当に小さい頃から夢だったんで、その夢が一つ叶ったってことはすごくありがたいことです。最初 2-0 で折り返して、最後の後半で2点打ち込まれて、で延長戦前半に簡単に決められてしまって、まどこかでチーム全体で勝ちを確認してしまったことが、その最後の3失点の失点につながってしまったかなと思います。2点先に取れたってことで、攻めたいっていう気持ちよりも守ってしまおうっていう気持ちが強く出てしまったんで、最後その1点が取れなくて負けてしまったかなと思います。まず一つ一つの練習や試合で常に全力で勝っていって、10月の9月の選手権に向けて、もうしっかりコンディションやチーム全体で調整していけたらなと思います。とりあえず一番は東福岡倒して全国大会に出るということなので、まあまず東とやる前にこけたらいけないんで、しっかりしっかり練習して頑張っていこうかなと思います。